今から1000年くらい前、京都にあった羅生門という平安京の都の門に一人の下人がいた。これは一人の下人の覚悟の物語である。ある日の夕暮れのことである。一人の下人が羅生門の下で雨宿りをしていた。広い門の下にはこの男のほかに誰もいない。羅生門は人でよくにぎわっていた場所だったので、ほかにもさまざまな身分の者が雨が上がるのを待っていてもよさそうなのだが、この男のほかには誰もいない。ただところどころ朱色の塗料が剥げた大きな門の柱にキリギリスが一匹止まっているだけである。なぜかというと、この2、3年京都では地震やら台風やら火事やら飢餓が続いて起こった。都の廃れ方は異常である。その頃の京都について記された書物によると、さまざまな災害によって平安京の建物はほとんど破壊されてしまった。そのため仏像や仏具を打ち砕き、朱色の塗料や金銀の箔がついた木材を路上で薪として売っていたそうである。都がその始末であるから、羅生門を修繕しようと思う者は誰もいなかった。そうするとその廃れた場所には狐や狸が、そして盗っ人までもが住み着くようになった。とうとう最後には引き取る者のいない死人をこの門へ持ってきて放置していくという習慣さえできた。なので太陽が沈んで暗くなると、誰もが気味を悪がってこの門の付近には近寄らなくなってしまったのである。人々の代わりにどこからともなく羅生門にカラスがたくさん集まってきた。昼間には羅生門の屋根の上をその無数のカラスが円を描くように飛び回っている。それが夕方になりゴマをまいたようにはっきり見えたのだ。何をするために来るかというと、もちろん門の上にある死人の肉を食べに来るためである。しかし今日はもう時間が遅いせいか一羽も見えない。ただところどころ崩れかかった石段の間には長い草が生え、また石段の上にはカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は色あせた紺の着物を着たまま、7段ある羅生門の石段の一番上の段に腰を下ろした。そして右の方にできた大きなニキビを気にしながら、ぼんやり雨が降るのを眺めていた。しかし下人は雨が止むのを待っていたわけではない。たとえ雨が止んでも、下人は特に何かをしようというあてもない。下人はどこかの家で使用人として働いていたので、普段ならもうそこへ帰るべきはずである。ところが4、5日前にその家の主人に解雇されてしまったのである。だから下人は雨が止むのを待っていたというよりも、解雇された下人は行くところがなく、どうしたらいいかわからず困惑していたと言った方が適切である。その上、今日の空模様も多少は下人の今の気分に影響していた。午後4時くらいから降り出した雨は未だに上がる気配がない。そこで下人は何よりもまず明日からの暮らしをどうにかしなければならなかった。しかし仕事もないのでどうにもならない。いや、それでもどうにかしなければならない。そんなふうに考えを巡らせながら、雨の音を聞くともなく聞いていたのである。ザーッという雨の音がまるで羅生門の周りを覆っているかのように集まってくる。夕暮れの闇で次第に空が低く見え、見上げると羅生門の屋根が重たく薄暗い雲を支えているように見える。下人はこれから自分はどうやって暮らしていけばいいのだろうかと悩んでいた。生きていくためにはどうにかするしかない。
手段を選んでいる余裕はない。もし選んでいれば飢え死にするばかりである。そうして他の死体と同じように羅生門の上に犬のように捨てられてしまうばかりである。ではもし手段を選ばないとすれば。下人は何度も同じことを考えた。手段を選ばないとすれば。しかしこのすればはいつまでたっても結局すればであった。手段を選ばないとすればのすればの後に来ること、つまり盗っ人になるより仕方がないということを積極的に肯定するための勇気が出ずにいたのである。下人は大きなくしゃみをした。生きる気力がなく、立ち上がるのもやっとだった。夕冷えのする京都は火のぬくもりが欲しいほどの寒さである。風は羅生門の柱と柱の間を遠慮なく通り抜けていく。その柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ去っていってしまった。下人は首を縮めながら肩を上げて門の周りを見回した。なぜかというと、雨風にさらされることもなく、人目につくこともない一晩楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかく夜を明かそうと思ったからである。すると幸い羅生門の上に上がれるような幅の広い朱色に塗られたはしごが目についた。上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである。そう思った下人は腰にぶら下げた刀が落ちないように手で押さえながら、そのはしごの一番下の段に足を踏み出した。それから何分か後である。下人はその幅の広いはしごの中段で猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を探っていた。そこから当たる火の光が少しだけその男の右の方を照らしている。そしてその方には赤く膿を持ったニキビがあった。下人は初めからこの上にいるのは死人ばかりだと侮っていた。しかしどうやらそうではないようである。はしごを2、3段上がってみると、誰かが木に火をつけ、その火をあちらこちらと動かしているらしい。これは濁った黄色い火の光がところどころにかかった蜘蛛の巣に揺れながら映ったので、すぐに人がいると分かったのである。この雨の夜にこの羅生門の上で火をつけているからには、絶対に普通の人間ではないことは疑いの余地がない。下人はそう考えていたのである。下人は足音を立てないようにして急なはしごの一番上の段まで登りきった。そうして体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前に出して恐る恐るその中を覗いてみた。見るとその中には噂に聞いた通り、いくつかの死体が粗末に捨ててあった。だが火の光が当たる範囲が思ったより狭いので、死体の数は見当がつかない。ただなんとなく理解できるのは、その中に裸の死体と着物を着た死体があるということだけである。もちろん中には女も男も混じっているようだ。そうしてその死体はまるで土で作られた人形のように、口を開けたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていた。かつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほどであった。しかもその死体の肩とか胸とかの高くなっている部分に火の光が当たっているせいで、他の低くなっている部分が一層暗く見える。そうしながらその死体は永久にまるで言葉が話せないもののごとく黙っていた。下人はそれらの死体が放つ強烈な匂いに思わず手で鼻をつまんだ。しかしその手は次の瞬間にはもう
鼻をつまむことを忘れていた。それを忘れるほどのある強い感情が、この男の感じていた匂いを奪ってしまったのである。その時、下人の目には、初めてその死体の中でしゃがみ込んでいる人間が映った。